ほら、6月4日、お姉ちゃんの誕生日です。一棟貸しで、貸し切りだよ。映ってる？映ってる。イエーイ。どうしたの？何これ？わかんない。私はこの古びた一軒家が好きでした。みすず、ありがとう。これからみすずとの会話を楽しもうね。ねえ、千春、千春、パパ千春のこと殺しちゃうよ。僕らのアカウント宛てに DM が届いたんだよね。あのお家で不可解な現象が起こるってことだったんで。私の向こうは声しなかった。こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください。おいでになりましたら、はいへお進みください。